朝日川の第6部隊って言うんですが、実際の名前では「野砲兵第七連隊」とこういうんですけれども召集令状という赤紙が来てそれで旭川の部隊に指定された部隊に入ってそこで少しまあ訓練をしてですねそれからすぐ戦地に送られるわけです。 中国一の川がありますけれども、その中流の武漢地方というところがあります。武漢というのは、武将、繁華王、漢光という3つの都市が集まっているんですよね。私どもは武将の舞台に、えー、配属になりました。湖南殲滅作戦は、ちょうど、まあ、私にとっては初陣になりますけれども、 その当時は少年兵っていって新兵ですからね、えー、かえって他の古い兵隊さんの、まあ、邪魔になるような存在だったと思うんですけれどもそれでもまあとにかくやることはやらなきゃなりませんからねま決して楽なもんではなかったですね。何日目だったか忘れましたけれどもとにかく一応敵を追っ払って少し楽になったということで。 みんなで昼飯を食べることになって土手に腰掛けて、えー、食事をしてたわけですけれどもその後やっぱりどこからか狙ってたんですね、えー、私の隣の私よりも古参の兵隊さんですけどその人に弾がちょうど狙撃された弾が当たって目,目の前で倒れたのまあ戦地って初めて、えー、戦死っていうのを目の前にこう見たわけですけれども。 でその頃はまだあのそんなに戦地も激しく追い込まれていなかったから戦死した人があれば主にその場所で薪を集めてきてですね火葬をして骨を拾って持って歩くことになるわけですけれどもだんだんあの戦争が激しくなってくるとそんなことしてられないもんですからとてもやきれないうちにもう出発の命令が そうすると仕方がないからですね、えー、あの戦死した人の小指とかなんかあの、まあ、言葉はあるけど切れ,切れやすいところを切ってですねそれをまあお骨の代わりに持っては大抵班長が首からぶら下げて持ってるんですけれども。えー 戦争が終わってから本州の遺族のところに送るっていうことをやってたんだけどそれもやったのは初めの間のわずか数回であとはどんどんもう戦争が激しくなって、えー、死んだ人の始末もできないでですね、えー、死骸をそのままにしてさらに場所を離れるというような状態になりましたね。野戦病院というのが あって野生衛生隊があって病人はその衛生隊に預けることになるわけですしだけれどももう戦争が激しくなって奥地の方に入ってしまうと病院が全然ついてこないんですねですから自分たちで病人の狭をしそして死んだら始末をしなきゃならない、まあ、そういう状態が続いて中国の 正規の部隊ですねと戦争をしたわけですけれどもすっとその中央軍と戦争をしてた頃はまあ言うならば、うん、ある程度の,その戦争の、うん、セオリーというか形がありましてその形に合った戦争をやってたんだけれどもだんだんもう、うん、中国軍が引っ込んでその代わりにアメリカの空軍が。 たくさん来てですね、えー、爆撃が激しくなったらもう地、えー、速道路の戦争なんてのはとてもできるわけじゃないんで、えー、何もかにもてんでバラバラ、もう昼間はただ逃げ隠れしてなるべく飛行機にやられないようにとあのー、どっかに潜ってるそういう状態だったんですね。朝、目が覚めるともう、あ 在市米空軍というんですけれどもあのアメリカから中国の奥地の方に飛行機をたくさん輸送してその飛行機が逆に日本軍のいる前線にあの爆撃に来るわけですね。 最初は太平洋の方から来てたから、距離が遠いから、ね、飛行機も少なかったし、爆弾も少なかったけれども、中国の口から来るんだったすぐですから、一直線ですからね、飛行機はもう朝から晩まで来るし、爆弾ももう、人間のいるところ、いないところ、構わずに落とすという状態ですから、手も足も足出ない昼間はそのじっとしなきゃいけない、じっとしてるには隠れてるところがいるわけですね。 えー、地上から撃たれる弾は何かの物陰に隠れれば防げますけれども、上から空爆、爆撃されるものは防げないわけですよね。 兵隊は小さな鉛筆という、あのー、スコップをです、ね、みんな一人一人持ってたんそれでもって多骨坊と称し,した穴を掘ってそしてその自分の入る穴が掘れたらそこへ入って市販でじっと被告が行き過ぎるまで、まあ、潜ってるとそういう状態で。 畑ならいいんですけれども、地面が赤土で硬いところに行ったらですね、えー、ちょっとや外で穴掘れないですからね、しかし、それでも掘らなければあの、飛行機にやられますから、やっぱり自分の命を守るためですから、とにかく頑張ってです、ねえー、穴を掘って、でなんとかして、えーまあ、そこに隠れるという状態でしたね。 食事もですね、まあ、その頃もいくらかお米があったから、ご飯を炊くのは夜中にです、ね、起きて、真っ暗の中で、特に中国の民家の中へ入ってです、ね、食料をなんとかすると。日本の軍隊ってのは兵隊の食料を用意しないで、えー、進め進めてそう言ってたんですから、だから兵隊は自分でどこからか食料を見つけてこなきゃならない。 行ってはなんだけれども、結局、中国のまあブラック街や村に行ってですね、みんな逃げてしまっていませんから、留守になった民家の倉庫や、それこそ台所からですね、食料を見つけてくると、そういう事態。そうでなければ。 お百姓は作って、逃げてしまった後の田んぼの米を買って、ですね兵隊が買って、そしてもみすりをして、お米を作ってですね、それでご飯にすると、手当たり次第にですね食料を探して、そしてやっと自分の命をつなぐという状態がほとんどだったですね。ちょうど終戦になった日は、天気のいい日でですね、青空だった。 とにかく、米軍の飛行機が朝から晩まで頭の上にいて、手も足も出なかった時ですからね、それが急にですね、いい天気なのに飛行機が一気も来なくなった。おかしいなって言ってたら、それがちょうど終戦だったんですね。ですけど、我々のところには終戦になったとか、負けたとか、そういう連絡は全然なくて、ただ、迎えににらみ合ってた中国の軍隊の、 方からですね1キロくらい間を取って向かい合ってにらみ合ってたんですけれどもそこからその軍師という使いの兵隊が来ましてね日本がもう降参したんだと、えー、負けたんだとだからお前らはもう負けたんだから今持ってる兵器を我々に引き渡しなさいとそう言ってきたんだけど。 軍の司令部の方からはそういう説明は全然ないしそれこそ「進め進め」と言われてるわけですからねそんなはずないっってその、えー、使いを追い返してしまったでやっぱりそれは本当だったんですねそれから3日ほど経って初めて、えーえー、戦争停止というか終戦というか敗戦といいますかねそういう連絡が。 司令部の方からだんだんと下に降りてきた日本の軍隊は天皇陛下の統率するそれこそ神様の光栄の兵隊だというふうに言われての教育されてきたから負けるなんてつもりなかった日本軍は負けることはないと言われて、えー、尻叩かれてたのが負けたもんですからもうどうしていいか分からなくなってしまった。 でも正直なんとかやっぱり終戦ということを聞いたらあ今度はこれならなんとか生きて帰れるかなという気持ちがみんなに出てきたんじゃないでしょうかね。うん、普段から生きて帰るなんていうようなことはあの考えてはならないと教育されてたわけだけれどもやっぱり本当のところは命惜しいですからあ,あこれで助かったかなとそういう気持ちが。 希望が湧いてきたっていうのがあの終戦の時の偽らない気持ちですね。輸送船に乗って上海に行った時の仲間は500人くらいだったか終戦で生き返ったのはそのうちの3分の1くらいだったと思いますね。まあ戦争ってのは無駄なバカらしいもんです。 人間性を養われたこともあればまるで非常なあの非人間的な行為に発したこともあるいろいろなことがあって最後にま終戦になったわけだけれどもやっぱ少なくとも何ですか国と国の戦争なんていうのはあってはいけないことで、えー、どんなことがあっても それ大使のんで話し合いで平和を維持しなければだめだと思いますけれどもね。